のが作って、そうそうそう、それにスピーカー貼ればバッチリやろ。うん、ポリエステルだってつくけど、うん、6815の収縮は10倍出るから。10倍。うん、だから後で2ヶ月3ヶ月半年で日和が出てきちゃう。あー、土台の方にね。うん、土台の方に。そしたら引っ張られちゃうから、形状が目にも引っ張るもんね。うんうん、いろんな悪さするから。じゃあ木とアルミと発泡、木はなんで使ってみたい？いや、木はね、だから大きいところは木で作るかなとか。ああ、そういうことね。はいはいはい。もしくは MDF。はいはいはい。MDF って何でしたっけ？圧縮合。ああ、5番ね。はいはいはい。いいでしょ。木はいいと思うよ。綺麗だよ。だってそれが板のさ、用途だからさ、ね、かなり金額になるよな。いや、なるよ、ね、それは。だから、あと技術だよ。これ、全面に貼るって言ったら、金がポイントでいったらいいな。そうだよ。それはやっぱ手加減しないと。ね、天然とか言ってもね。天然木材だからさ。ね、社長。プリントじゃないからね。あ、どうぞ。ね、遊びじゃないからさ、それはそれで。そうか、社長が言うように俺ファールペイで土台作るから、6月15日でロービンで作ったらいいよね。あれいいし、ロービンやしね。うん、大ちゃん暴れないじゃん。収縮ないもんね。うん、まあないことはないけど、要するにポリエステルとは腕の差よね。だって83があるでしょ、うん、83があのプリズムやってる、要するにオプティカル光学やってるこの人たちも話聞いた、少し聞いたんだけど、一番低収縮だったんだって、接着剤の中で。で聞いてきたわけ、電話で。どうしてこんなに小さいんですかって。だから普通のエポキシよりはるかに小さいよっつったわ、説明したわけ、理由を。俺もその FRP でさ、要はその内張り全部作ってやると思ったよ、うん、でも頭の中に来たんが、これ半年後収縮したらどうするか。そうだろう。自分のあの自分の収縮に悩まされておけば、そうだろう。自分のあの実験やった車、画像が撮ってある。いや、自分でやろうかなと思ったら、あ、そうだそうだ。